よろしくお願いいたします。今日はですね、微分とは何かっていうことと、その微分というものを一次関数と、まあこれ中学校2年生で習った一次関数と、あとはちょっとみんな覚えるのが大変な接線の方程式とつなげて考える講義をいたします。いいですか？微分と一次関数と接線の方程式を全部つなげて考えます。いいですか？で、まずは復習からいきます。じゃあ微分って何ですかっていう話をすると、FA' イコールリミットの h が0まで近づくことの、まあ、h 分の FA、h-FA っていう、まあ、公式があるんですけど、これ何を言うとるかという話になるんですけど、まずこっちの方見てください。いいですか？微分というものは、まあ、読んで字のごとく、細かく、まあ、小さく分けると書いてあります。で、ある点、例えばこの二次関数があるとしたら、このここの点、この曲線のこの点に着目して、まあ、ここが x の値が a、y の値が fa だとすると、ここを拡大します。ここの部分を拡大するとこうなってますと。で、この公式が表す意味っていうのは何かっていうと、ここの点がここの点のことですね。a,fa です。から、h だけいったと。h だけいった分の、まあ、この a たす h の点がありますと。x の値が a から h だけ進みますと。a たす h になりますよと。そうすると、ここの点の座標が、a たす h コンマ f の a たす h。なので、これが y の座標になりますと。ということは、微分って何を表してるかっていうと、h。これが h っていうのは、ここの長さのことですね。h 分だけ進みましたと。じゃあ、この分子の fa たす h 引く fa っていうのは何を表すかっていうと、ここの y の値からここの y の値を引いているので、ここが分子の部分。で、ここが分母になりますよと。なので、この公式は、この長さ分のこの長さということになります。横の長さ分の縦の長さ。で、ここでちょっとみんな気づいたと思うんだけど、一次関数とちょっと照らし合わせて考えてみましょうと。一次関数っていうのの傾きですね。傾きっていうのは、中2の時やりましたね。x の増加量分の y の増加量になります。じゃあ、また微分と照らし合わせてると、ここの h っていうのが x の増加量。で、ここの縦の分子の部分ですね。っていうのが y の増加量になっていることに気づきませんか？ということは、何を意味しているかっていうと、この微分の公式っていうのは何を表しているかっていうと、一次関数の傾きを表してますと。なので、微分って何を表すかっていうと、ここの一瞬の傾きを表すんだよということになります。いいですか？なので、微分っていうのは何してるかっていうと、細かく分けた時の、ここの部分だけちょっと拡大した時のこの傾き方。なので、曲線がですね、ちょっとした直線に見える瞬間の傾きを求めてるっていうことになります。いいですか？これが、まあ、前置きですね。微分と一次関数との関係。で、ちょっと今日のちょっとメインになってくるんですけど、接線の方程式。ね。接線の方程式って何かっていうと、例えばこの方程式って何を表すかっていうと、この曲線があったとしたら、a,fa のここの接点の時のこの青い直線の方程式の求め方になりますと。いいですか？で、なんでこのわけのわからん公式がですね、この直線を表すのかということになりますと、まあ、このまま理解してると、わけがわからなくなるので、この接線の方程式を式変形すると、ちょっと関連性が見えてきます。いいですか？じゃあ、ちょっと書き直してみますね。まず、ここの式をですね、fa' イコールの形に書き直してみましょう。矢印を押しとくか。
よろしいでしょうか。いいですか。この式を両辺 x-a で割ります。そうすると fa' イコールで この部分を x-a でも割らないといけないので x-a 分の y-fa というふうになりますね。いいですか。なので先生の方程式ちゃんと式変形しただけですね。そうするとちょっと見えてくると思います。じゃあこの x と y って何を表すかっていうと、接線の方程式の xy なので接線の通る点になりますね。いいですか。そうなってくると接線の通る点とこの a と fa というのは接点になるので、 x-a っていうのは何を表すかっていうと、ここの幅ですね。で、y-fa っていうのはどうなるかっていうと、y がここにあって、fa がここにあるんで、ここの縦の幅になります。となると、これって何を表してるかっていうと、またこれもですね、x の増加量分の y の増加量を表していることになります。となると、ここの一次関数、傾きイコール x の増加量分の y の増加量、またまた b 分のですね、x の増加量分の y の増加量と、まあ一緒のことを言ってますよということになります。なので接線の方程式って何を表してるかっていうと、微分と一次関数とちょっとリンクしてる部分がありますよと、 x の増加量の y の増加量、それを式変形して教科書ではなんかわけわからんけどこういうふうに書いてあると。なので接線の方程式を覚えるときはですね、まあ x の増加量の y の増加量なんだという形でこの形で覚えちゃった方が一次関数微分とリンクさして覚えることができますということです。なので、この形で覚えちゃった方が早いよということになります。以上で終わります。ありがとうございました。